はい、じゃあよろしくお願いします。今回はね、高校数学数2の整式の割り算丸3をお送りします。で、このタイトルも3本目で、これ最後になります。整式の割り算ね。で、ちょっとね、また違うタイプの問題を今回3問取り上げますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、問題確認してもらって、わかんないのがあれば今からね、全部問題解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。まあ、じゃあ早速ね、1番の方から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、結局は割り算してるんですけど、今までは a÷b を、まあ、していくタイプだったんだよね。けれど、例えば1番 x の2乗マイナス 2x マイナス1で割ると、ここすごく大事でね、で割ると小がこれで、余りがこれになる整式を求めなさいってなってます。で、今回全部3問に共通して、あ、3番だけちょっと違うんだけど、共通してね、よく使われるのが、おそらくね、学校とか、まあ、ワークとかでも載ってるのが多いですね。 a イコール bq プラス r です。 a イコール bq プラス r で、これ何かっていうと、割られる数は割る数かける小足す余りだよっていう。で、これね、いきなりポンって書くとうんってなる子が多いんだけど、実はこれ小学校の時の割り算の確かめ算と全く同じなので、前回か前々回の時に 20÷3 を取り上げたんだよね。20÷3 でやると、これ小が6で余りが2になるんだよね。で、これを確かめ算しようとすると、ちょっと横に伸ばしてごめんね。20は3×6 足す2ってやるんだよね。割られる数は割った数かける小余り、あ、ごめん、足す余りと。で、それが今こうなってるんで、ただここが A なの。で、BQR になってるんです。で、A イコール BQ プラス R ってね、まあ、そう書いてるだけだと思ってください。で、もしテストの時に、あ、なんだっけで忘れてしまったら、どれがどれだっけとかね、思ったら 20÷3 やるといいです。これ結構便利なんで、20÷3。で、場所を確かめていけば、数字が式に変わってるだけだからね。ってやってみてください。で、なんで今回これを書いたかっていうと、じゃあ1番いこうか。結局、今回これで割るとって言ってるので、これで割ってるから、今 B ね。割ってる方だから。これが B。で、これが Q。これが R なんだよ。で、求めたいのは A なんだよね。で、もちろん途中式を書かなきゃ、ちゃんとね、書かなきゃいけないんであれば、求めたい整式を A と置くなんて必要なんですけど、まあ、答えだけでいいとして、普通に A って書き始めるよ。今 A がわからないから A。で、B がこれだから、括弧つけようね。x2 乗マイナス 2x マイナス1、括弧閉じます。で、かけるだから、括弧次 Q なんで、小ね。2x マイナス3閉じます。で、プラス余りなんで、プラスなんでマイナスだったね。ここがマイナス 2x だから、こうなります。今、これに当てはめただけね。で、結局、A を求めたいんで、あとは右辺、これ展開しても終わりです。まあ、展開して整理してね。で、ちょっとここがめんどくさいんですけど、これはもう全部掛けを使っていきましょう。これをこれにかけて、これにかける。マイナス 2x をこれにかけて、これにかける。マイナス1をこれにかけて、これにかける。ってことで、6回掛け算します。ね、ちょっとめんどくさいけどね。じゃあ行きましょう。まず x2 乗配ると 2x3 乗こっちに配るとマイナス 3x2 乗で、次がマイナス 2x をこれに配るとマイナス 4x2 乗これに配るとプラス 6x 次マイナス1これに配るとマイナス 2x これに配るとプラス3で、忘れちゃいけない余りね、これもちゃんと書いてあげて、こうなります。いいかな。で、あとは整理する。3乗は1個しかないので、2x3 乗。で、2乗2個あるね。ここ計算すると、マイナス 7x2 乗。で、x3 つあるか。ここ計算すると、プラス 2x だね。で、定数項1個しかない、プラス3と。で、整理し終わったんで、これが答えになります。いいかな。なので A イコール BQ プラス R これに当てはめて整理する。これで終了です。いいね。じゃあ次青に持ち替えて、よいしょ。
2番いきましょう。で、今回1番と2番をこうやって並べたのはある注意があるからなんです。で、さっきここで割るとってめっちゃ強調しましたけど、次いきますよ。2番 x の4乗マイナス 3x 3乗プラス 2x 2乗マイナス1を割ると、いいね、をだよ、を割ると小がこれ、余りがこれになる性式はと言われてます。つまり今回これを割ってるんで、ここは a になります。割られる方だからこっちで、 q でしょ、 r、 つまり b がわからないんです。今回はいいね、 b がわからないで、まずは同じように式を作っていきます。で、 a がわかってるから、ちょっと a はね、左側1個だけなんで括弧つけなくていいね。3乗2乗マイナス1と、これが a イコールで、 b が分かんないんで、まあ、さっき q 書いちゃうか、あ、いいか、 b 書いちゃっていいね、まあ、どっちでもいいんだけど、どうしようかな、 b が後ろの方が分かりやすいか。じゃあ q を先に書いて、どこだ、これか、x2 乗プラス 1b です。ちょっと順番変えちゃったけどね、ここ bq ね。で、プラス r なんで、プラス 3x マイナス2と、今当てはめたらこうなります。で、さっきと違ってちょっとめんどくさいんです、こっち。で、何がめんどくさいかっていうと、これは a イコールになってるんで、もう計算すれば終わりだった、右側がね。でも、ここは b に持っていくためにまず何するかっていうと、これを左辺に持ってきます。いい、左辺に持ってくる。で、結局これをね、左側に持ってきたいんですよ。で、どう書いたら分かりやすいかな、どうしようかな、いいか、まずこれこっちに持ってきちゃうね。で、これを持ってきて計算をすると4乗変わりません。で、ここも変わらないでしょ、で、ここも変わらない。で、3x が左辺に来るから移行してマイナス 3x で、マイナス2がこっち来るとプラス2、マイナス1がもともといるのでプラス1になる。で、イコールこうなります。いいね。で、左辺と右辺って丸々入れ替えて OK なんだよ。で、丸々入れ替えるときは符号全く変えなくていいので、ちょっと入れ替えます。で、これで、ね、板書がね、足りなくなるんで、入れ替えるでもう一回書くね。よいしょ。ちょっと控えました。で、入れ替えると、B でしょ？で、もちろんここは暗算できる人はその入れ替えるとか考えなくていいからね、最初からやっちゃって大丈夫なんですけど、プラス 2x2 乗でマイナス 3x、プラス1か、こうなります。で、最終的には b イコールにしたいの、こうやって。で、そうするためには x2 乗プラス1、これが邪魔なんです。で、これを消すにはどうするかっていうと、 x2 乗プラス1で割ればいい、これで割ればいいんです。だから、この式を x2 乗プラス1で割って、それで終了になります。いいかな。で、これがね、かけるところが怪しいんだよな。ちょっと右上行こうか。で、飛び飛びで申し訳ないんですけど、じゃあちょっと消して、あんま消すのね、好きじゃないんですけど、ポン消しちゃうね。よし、行こう。ちょっとちっちゃく書くよ。x の4乗マイナス 3x3 乗、ここ全部あるね、プラス 2x2 乗マイナス 3x プラス1で、この割り算に関しては今まで勉強したのと全く変わらないです。やり方同じね。で、 x2 乗プラス1で割ります。こうやる。で、まずここ消したいんで x2 乗だね。ちょっと狭くなっちゃった。x の4乗プラス x の2乗引きます。で、ここ引くに変わるからマイナス 4x2 乗じゃない、3乗だね、ごめん、3乗、あ、ごめん、間違ったやっべ、普通に間違った、失礼しました。そうだね、ここが x の4乗じゃん。で、 x の2乗だからここに書かなきゃだね、失礼しました。 x の2乗で、これどう書くかっていうと、ここまず下ろすじゃん、普通にマイナス 3x3 乗下ろして、ここ引き算するからプラス x の2乗になります。で、これで OK。
で、次、ここを消したい。絶対一番左を消したいんで、ここを消すには、これにマイナス 3x をかけます。で、マイナス 3x かけると、3乗。で、こっちがマイナス 3x になるんで、これ実はね、ここの下にかけないから、ここになります。つまり、これ、一緒に下ろしてきて書いてる方が分かりやすいです、こうやって。いいかな？ちょっと特殊なパターンだけどね。で、こうやって伸ばす。ここ消えます。で、実はここも消えるんですよね。で、これは普通に下ろしてくるだけなんで、x2 乗で、プラス1を下ろして、プラス1になります。で、最後これ。もう揃ってるね。だからプラス1をかければいいから、こうかけて、1をかけると、x2 乗で、1で、こうなります。で、0。あまりなくなるね。つまり、これをこれで割ったら、x2 乗マイナス 3x プラス1になりました。で、それが答えなんです。x2 乗マイナス 3x プラス1って。いいかな？つまり、これ B を求めたいときは、一回余りを移行してから割るっていう作業が必要になるので、ちょっとこれより厄介。でもね、やり方覚えとけば大丈夫かと思います。いいかな？まあ、こんな感じでやってみてください。で、3番解くんですけど、これダメだね。入んなかった。ちょっと問題をね、ミスりましたね。ちょっと消しちゃいますな。で、3番は、これダメだ。タブで消す。よいしょ。ちょっとね、ここ問題消えちゃうかもしれないんで、ちょっとこの辺で、指定します。で、3番読んでいくと、2x3 乗プラス ax プラス10。ここに a が入ってるね。で、これを x プラス3で割った時の余りがマイナス14。で、ある時、定数 a の値を求めたいという問題です。で、これに関しては、小が書いてないんだよね。で、小を求めたいのかなと思ったら、別に定数 a を求めたいんで、小は関係ないです。だから、これ、a イコール bq プラス r を使うんではなくって、これをこれで割った時って言ってるから、もうひとまず割ってみる。いい？これ割る、これを。で、してみます。で、2x3 乗なんで、2x3 乗。で、x2 乗が抜けてるから、隙間開けて、プラス ax ね。で、あとプラス10だから、プラス10。で、これ割る、x プラス3。で、まず一番左をね、消したいんで、ここ、x に 2x2 乗をかければいい。かければいいから、2x3 乗。で、かけると、プラス 6x2 乗。x2 乗のだから、ここの隙間の下に書いてね。で、引き算すると、消えて、ここがマイナス 6x2 乗。引くだからね。で、プラス ax は下ろすだけなんで、プラス ax になります。で、次、ここ。消したいので、これにマイナス 6x をかけます。で、マイナス 6x かけると、x2 乗で、マイナス 18x。で、ここ消えるでしょ。で、ここなんだけど、a と a マイナスマイナス18ってなるんで、a プラス18になります。ここ符号変わるからね。で、これは個人的な好みなんですけど、ぜひ、括弧をつけてください。これが分かりやすいから。で、あとプラス10を普通に下ろしてくる。こうやってね。で、まだいけます。これを消すためには、x に a プラス18をかければいいよね。ここにくっつけたいから。なので、まあ一応好みなんですけど、俺は。ここも括弧つけてこう書いておきます。a プラス18をかけると、a プラス 18x。で、3にこれをかけると、こうやって分配するからね。なので、ちょっと分配しちゃいます。3a と3と18かけると、プラス54です。いいね。で、引き算すると、ここ消えるでしょ。で、ここは、これとこれの符号が変わるから、マイナス 3a、これマイナス54になるんで、10とくっつけると、マイナス44になります。で、前話したように、割る方の式が一次式です。だから、余りは0次式になれば OK。今 X なくなったんで、これで終了なの。つまり、余りはマイナス 3A マイナス44だった。で、余りがマイナス14であるときって言ってるでしょ。だから、余りマイナス 3A
マイナス44がマイナス14になればいいんでしょ。で、これマイナス44こっちに移行すれば30になります。計算するとね。なので A イコールマイナス3で割ってマイナス10と、こういう風に解いてください。ね、小の話は全く出てきてないんで、これどうでもいいんです。今出てきたけどね、いいかな。まあこんな感じでぜひ解いてみてください。ごめんね、ちょっと途中のね計算式消してしまったんで申し訳ないんですが、まあぜひちょっとねお役に立てればと思います。では今回は高校数学数2の整式の割り算丸3をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、このタイトルこれで終わりで、次回からね、分数式の計算を始めます。まあ、それはね、ちょっと長くなると思うんですけど、まずスタートとなりますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。